士の今知りたい情報をお届けする番組クレちゃん。体験リポートするのは野川アナ、そして呉市在住50年の明田さんがディープな情報を発信します。はい、下鎌狩島の一大イベント、はい、朝鮮通信使再現行列の時期が迫ってきましたね。そうなんです、4年ぶりの開催ですからね、盛り上がりますよ。詳しい方がいらっしゃいますので解説をお聞きいたしましょう。あちらですか。そう、やってきたのは朝鮮通信使の歴史などを展示している小桃園。ようこそ下鎌狩へ。朝鮮通信使は江戸時代日本にやってきた使節団のことを言います。下鎌狩は当時の使節団が立ち寄った重要な島で、その当時の行列を再現することで当時の興奮を蘇らせようと始まったことがきっかけです。今年は10月15日に開催されます。おや、気づけば私どもも朝鮮通信使の格好に。野川さん、はい、イベント開催中に特別な企画展がございます。10月29日まで近隣の南東閣美術館で特別展村上海賊と鎌狩島を開催しております。ぜひお越しください。明田さん、私どもも旅に出かけましょう。はい。あ、衣装は返してください。今回ご紹介した情報は月刊クレー版9月号に掲載。ぜひチェックしてみてください。